皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。韓国のエンタメ業界で話題を集めているのは、BTS の所属事務所ハイブとメンバーであるキム・テヒョン、V の間で起きた緊張です。テヒョンと仕事をしたことがある監督が彼の意外なアイドルの裏側を明かしたことで、ファンたちの関心が高まりました。この暴露により、 ファンはテヒョンが舞台裏で何を考え、どのような未来を見据えているのかについて疑問を抱きました。監督の証言によれば、テヒョンは音楽や演技への情熱を持っており、BTS やハイブの枠を超えて、自分独自のクリエイティブなプロジェクトを展開したいと考えているそうです。特にテヒョンは、自分の本来のアイデンティティを表現する新しい企画に挑戦したいとのことで、 この発言がファンの間で大きな話題となり、ハイブとの間に方向性の違いがあるのではないかとの憶測を生んでいます。テヒョンが計画している独自プロジェクトには、ビジュアルアートと音楽を融合させた作品が含まれ、すでに複数のクリエイターが参加しているとのことです。しかし、この計画はハイブの方針と衝突する可能性があるとされ、ファンは、ハッシュタグフリータウヒュン、や、 シャープサポートタウヒュンのハッシュタグで SNS 上で彼を応援しています。ハイブは現在、この件に関する公式声明を出していませんが、ソロプロジェクトに関するメンバーの契約や方針を再検討しているとの噂もあります。これが本当であれば、テヒョンがより自由に自分のアイデアを実現する可能性が出てくるため、ファンからの期待も高まっています。ファンは、 ハイブが BTS のプロジェクトと各メンバーのソロ活動をうまく両立させることが大切だと感じており、特にテヒョンには個人の芸術性を探求するための自由が与えられるべきだと指示しています。彼の SNS やインタビューを通じての発言がファンの共感を呼び、表現の自由の重要性についても議論が巻き起こっています。この緊張状態においても、 ファンはテヒョンと他の BTS メンバーとの絆が揺らがないことを願っています。テヒョンは単なるアイドルではなく、さらなる高みを目指すアーティストとして認識され始めており、ファンは彼の成長とハイブとの合意が双方にとって有益な結果をもたらすことを望んでいます。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。 次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。